平野紫仕様など豪華ゲストが、ルイ・ヴィトン、2024年メンズプレフォール賞に、香港が輝く、ルイ・ヴィトンの2024年メンズプレフォール賞。ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンが待望の初のメンズプレフォールコレクションを、香港特別行政区の、アベニュー・オブ・スターズで披露しました。コンセプトは、ハワイから香港へ、香港は LV エアーズ、恋人、立ちの者の。 華やかなマリン要素を盛り込んだこのショーには、平野紫耀、フィリックス、大平修造、井上山と、孫ン義、ディラン・ワン、ゴン・ジュン、バイジン・ティン、ジャスティンを含む豪華ゲストが駆けつけました。さらに、パレルとラウアレ・ハンドロと共にオリジナル曲、エア・プレイン・ィカッツを発表したヒックホップミュージシャンのスウェイリーも会場に姿を現しました。ルイ・ヴィトンのメンズプレ・フォールショー、 ハワイから香港へ。香港特別行政区のアベニュー・オブ・スターズが舞台となったこの特別なメンズプレフォール賞では、香港の美しさとルイ・ヴィトンの洗練されたデザインが見事に融合しました。コンセプトであるハワイから香港へは、独自の視点から異なる文化の影響を取り入れ、新しいファッションの可能性を提示しています。 マリン要素が随所に散りばめられたコレクションは、爽やかなデザインと斬新なスタイリングで注目を集めました。ショーはまさにファッションとアートの融合であり、香港の美しい夜景とともに、ファッション愛好者たちに感動的な瞬間を提供しました。ゲストたちの輝き、豪華な顔ぶれがショーに参加。ルイ・ヴィトンのショーには、 世界的に有名なセレブリティたちが集結し、その華やかなスタイルが一層際立っていました。平野仕様、ナンバー・アイ・ヤフィリックス、ストレイ・キズ、大平修造、井上ンと、孫ン義、ディラン・ワン、ゴン・ジュン、バイジン・ティン、ジャスティンを含む多くの豪華ゲストが、ショーを彩りました。平野仕様の独特で洗練されたスタイルは、 彼が日本のエンターテインメント界でどれほどの存在感を持っているかを物語っています。一方でフィリックスや他のゲストたちも独自の個性を引き立て、ルイ・ヴィトンの新しいコレクションが多様性と包括性を大切にする姿勢を示しました。音楽とファッションのコラボ、スウェーリーの登場。 驚きの要素として、ヒックホップミュージシャンのスウェイリーがパレルトラウアレハンドローと共にオリジナル曲、エアプレインティカッツを発表しました。スウェイリーはその存在感と才能で会場を盛り上げ、音楽とファッションの融合が新たなエンターテインメントの形を築いていることを印象付けました。このコラボレーションは、 ファッションショーが単なる衣装の展示以上のエンターテインメントとなる可能性を示しています。アートや音楽、ファッションが交わり、新しい文化の創造に寄与していることが、この賞を通じて明らかになりました。メンズクリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスの手腕。香港でのメンズプレフォール賞は、メンズクリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスが手掛ける新コレクションの初披露となりました。 彼のデザインの中には音楽やカルチャーからの影響が鮮明に現れ、革新的で洗練されたアプローチが感じられました。カレル・ウィリアムスはファッションにおいてだけでなく音楽やアートの分野でも才能を発揮しており、そのクリエイティブな手腕がルイ・ヴィトンの新たな方向性を示しています。彼の存在がブランドの革新的な魅力を高めています。 ルイ・ヴィトンが切り開く未来への道。香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024年メンズプレフォールショーは、ファッション界において新たな地平を切り開く瞬間でした。ハワイから香港へのコンセプトは異なる文化やエンターテインメントの要素を織り、混ぜた様性と包括性を称賛する姿勢を示しました。豪華なゲストたちの参加、音楽とファッションの融合。 そしてメンズクリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスの手腕が、ルイ・ヴィトンがこれからも革新的なブランドであり続けることを証明しました。この賞は、ファッション愛好者や文化の垣根を越えて新しいアートを楽しむ人々にとって、感動的な体験となったことでしょう。 香港の美しい舞台で未来への夢と創造性が交差した瞬間を迎えたルイ・リトンは、ますます世界の注目を集めることでしょう。